はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保西宮兄貴金田ロッキーです。さあ、大谷選手30歳、先日誕生日を迎えられましておめでとうございます。29歳はいろいろありましたけれどもね、史上最高額契約もありましたし、水原元通訳のお金これ問題もありましたし、結婚もありましたし、肘の手術もありましたし、まあね、いろいろちょっと激動のこんな感じの29歳やったと思うんですけれども、まあそらね、すごい人ってやっぱりこうなる時ってなんのかな感はあるんですけれどもね、はい、ちょっとやっぱりガーン行き過ぎてる分悪い時悪かったりしますんで、うん、そんな感じのがちょっと29歳出たかなと。ほんでね、こう30歳前後、だいたいまあ30歳なんですけれども、男の厄年が40前半、女の厄年30前半って言うじゃないですか。これ男も女も両方あるんですよ。だからまあその数年間のうちのどれか3年なかなか続くことはないんですけれども、まあ大谷選手はちょっとその悪いのが29できたかなって感じで、うん、でまあね、俗に言う前厄、本厄、後厄とか言いますけれどもね、だから僕で言うたら一回、まあ、そのこの前もちょっとその役的なんがあったんですけれども、まああの大作界で言う、あれですよね、停止、最初が減退か、減退停止、なんかその3年あるじゃないですか。まあ初年度に僕はなんか離婚があったり、まあいろいろとちょっとね、空手も試合でも全然勝てなかったりとかね、うん、コロナも重なっててお客さんちょっと来なくなったりとか、そんなのもあったんですけども、まあそういう時こそ、まあちょっと俺も、ああもうこんな俺まで頭おかしになってまうわ、仕事も行かれへんわってなっちゃって、俺まで鬱になってしまったら、ああ厄年3年間やったわってなるんですけれども、ね、あのそれを乗り越えるだけの、もうちょっともう僕もいろんなこと乗り越えてきたんでね、もう平気じゃないですけど、うっとうしいなと思っても、こういう時こそ普通通りやろうと思ってやりきれたんでね。で、空手も負け続けてたけれども、負け続けたからこそなぜ負けるのかが分かるんで、それを克服したら次の年から勝てるようになったし、うん、もう嫁はもう別れた、まあしゃあないなと、うん、新しいもんまた新しいお姉さん見つけようかと。ほんでね、もう普通通りやっぱお店出てやらなーってやってたら、ビントロールってゲーム実況のコーラお店来てくれて、流してくれて、YouTube でね、こっちお客さん来てくれてとかいいことありましたんで、はい、だから普通通りにやってた厄年でもいいことあるんで、まあ大谷選手もね、ああいうことがあろうがちゃんとシーズン迎えて試合出てすごいっすよね。やってたまたまあ普通にあれだけの才能の選手なんでね、いいこともありますし、またなんか大きなコマーシャル契約とかもどんどん来るでしょうし、はい、まあまずはもう平常心で普通通りやり抜くことですね。そういう点では、まあ、大谷選手をきっちりやられてるのかなと。はい。じゃあ、ちょっとタロットカードで大谷選手の今後、30歳。こう、ことが起こってからの方が先占いますので、ちょっと占ってみたいと思います。まず全体運として出しますけれども、大谷選手の一番気にしてることが出ます。僕、TikTok 上2つ固定で上げてる、大谷選手の結婚、発覚した時に占ったら出費とかトラブルが出るんですよ。何これとかって言うてて、で次嫁の名前が発覚した時もっか占ってもろくなんが出ないんですよ。なんなんやろこれって言ってたら、数日後に水原事件が発覚したんでね。だから全体運として占っても本人にとって一番やばいメッセージが出たりしますので、今回何が出るやら。ロッキーさんは数年前、ヒカルチャンネルの手相を見てトップ YouTuber か底辺 YouTuber か当てれるのかという回に出演し、まだ無名だったバンバンザイ技師とコヤッキー東野の手相を見て、この二人は絶対に売れると予言しました。そして本当に売れたコヤッキースタジオにヒカルが出演し、数年前ロッキーさんが手相を見ただけで、技師とコヤッキー東野の数年後のブレイクを予言していたと語ってくれたのです。ヒカルチャンネル手相回ご覧ください。
はい、大谷選手の全体運として出しました占い結果です。解説していきます。だいたい近い過去、今、近い未来、人によっては長いスパンで出たりするし、人によってはもうこの重要なメッセージが凝縮して出たりします。これちょっとなんか踏み出せない感があるみたいなカード、希望見えない、そんなん乗り越えて、まあ、歯車回るようになってきた。ただこれがね、節制できてない、バランス取れてない、お金は OK、 充実する、まあいろんな人からこう話聞いたり、こうやり方を聞いたりして、これが学習する、努力するみたいなカード、これがまあ甘え断ち切らなあかんみたいなカード。あのあれかな、この水原事件発覚して、お金のこと、ああ自分でもちゃんとせなあかんなってなって、それが出てるんちゃうかな。踏み出せない、希望見えない、これもね、周りにもどの大谷が悪いみたいにも言われたりしてましたからね、うん、水原事件のことがあって、まあだからもうあれに関してはある意味腐れ縁切れた、水原元通訳と腐れ縁切れたってことなんかな。それか、あのこれお金のイエスが出てるんで、まあお金のこと、流れとかね、今どんだけ口座にお金残ってるとか、まあ使いすぎひんようにするとか、うん、だからそういうのをちょっと学習して、甘え断ち切ってやっていったら、まあお金大丈夫になって、これもいろんな人から話を聞いて学習して、そうすれば歯車回るってことかな。お金のことがちょっと出てると思いますわ。うん。だから自分でもあの事件以来気引き締めるようになったんじゃないですか。うん。人信用しきってね、なんか適当なことやってた、ああいうことも起こるんで、ああ、もう自分でも自分のこう、気引き締めてやっていかなあかんな。ほんでお金ちゃんと管理していかなあかんな。そんなんが出てるんじゃないですかね。はい。じゃあちょっとね、奥さんとのこと、結婚生活見てみたいと思います。これなんやろな、ほんまに変の出てない。これ我慢のカード。どうしていいかわからんのカード。どう努力していいかわからんのカード。トラブルもまあ、こう出てるよりも逆なんでマシですけれどもね。